Hello, this is Givanar, Yoga City, Japan. Recording the conversations again to you. 何々人にもいい人がいますっていう言葉があるでしょ。その意味は、その国の人たちは全員が悪い人なんだけど、中にはたまに一人や二人いい人がいるのを、何々人にも、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 いい人はいますってね。このぐらい細かい産業ができるほど、とっても使いやすいですよ。手になじみますよ。私のお手手にはね。商品は素晴らしいです。私の手にぴったりです。あなたにぴったりかどうかは分かりませんが、商品自体は素晴らしいです。あなたの手にぴったりならば、とても素晴らしいお買い物になると思います。ね。やっぱ汗かいてくる。だって何もしねえでも汗出るんだからさ。この暑さ。ね。これおすすめしますよ。おすすめします。でもこの間やった時ね、今日手がむくんでるからね。手がむくんでんとやっぱりね、きつい。だから、あの手がね、まあ、100人いたとするんじゃない ?1 学年に。100人の手がみんな同じわけないじゃん。そうなった時に一番共通するのは、商品自体の、デザイン。品質管理ね。素晴らしい。素晴らしい。もしかしたらね、私が買った、ちょっとごめんね、ほんでね、もうビール飲むね身分じゃないから、ね、痛み止めで寒い時はねビール飲んでたけど、今は贅沢で飲んでるから、今ねこれお水にね、これポッカレモン450ミリね、298円、 OK ストアね、 OK ストア、うん、レモン水で、今日はね、修正っていうか、Amazon レビューの読み方、書き方ね。それが一つと、だからこれ、おすすめね。この間2枚買ったの。送料がね、これ51センチ角なのね。やっぱりこれも300円なの。国旗なの。国旗。で、これさ、どこの国旗かわかんでしょ?赤、白、ブルーね。ね。ハフリーボーガードのがあったでしょ?ね、酒場でさ、泣きながら歌うじゃん、女性が。見たことない?あそこ見たらね、吠えちゃうな、俺なんか、ほんとに。泣いちゃうね。あ、ほんだ、なんだよ。この素晴らしい300円。ただね、送料がね、380円。それで、これと、これをね、すぐ、遊んでね、これ、水で洗う、大概の商品そうなんだけど、これは木綿。ね。で、1回目洗うとね、この、青にしろ赤にしろ、こう、石鹸で洗った、とこに、ブラッやかましいでしょ?他人の迷惑なんか関係ないからね。うん。わーわーわーってやりたい人に、君それが、もうちょっと控えてくんの、いや、わーわーってやりたい人に、やめなさいっていうのは無理だから。無理が通れば、道理が引っ込むっていうでしょ、ね、で、やっぱ赤と、この商品に限って赤がね、随分出た。で、こう、洗面所でさ、こう、洗って石鹸でゴチョゴチョってやって置いといたの、ちょっとね。ほんで、洗って流したらね、この赤が泣いてこっちへね、ちょっと映った。でも、それは単純に色がこっちへ映っただけで、染色されたわけじゃないから、次にゴシゴシってやるとまたこうやってみんな聞いちゃうから。うん。こっからインクが流れても、染料が流れて、こっちにちょっとね、染まっても、
それは染まったんじゃなくて、その染料がここに乗っかってんだけだから、次ジャブジャブって洗えば流れちゃう。でも場合によっては、その時になんかその他のものとの兼ね合いで染まったままになっちゃうかもしれないから、白いものにがある時は考えた方がいいねっていう。そんでこれの送料がね380円だから、一つじゃなくて本当はね何種類かあった、12種類ぐらい。うん、これでミャンマーのはなかったんだよね。あったかな、忘れちゃったけど。うん、それで私日本人だからさね、だからこの日の丸買ったって、日の丸で2個買ってさ、なんで日の丸ないのかなって、こいつら下に送ってた。もう私ズボラだからね、足の踏み間がたくさんあるでしょ。だからお掃除する場所がいっぱいあるからね、どこ行っちゃったかすぐ分かんなくなっちゃう。これは日の丸、まだ開けてないんだけどさ、これ50センチ角で300円。でこれさね、これ半分に折るとさ、半分に折って三角に折ってこうやって首に巻くと、首に巻くとさ、ちょうどここでやっぱり1センチぐらいの結びになるわけ。大体こんな感じで、ね、で今日はさ、やっぱ日本人だからさ、日本の日の丸欲しいじゃん。300円だよあんた、300円、ごめんで、ファシミシンもちゃんとしてあってさ、300円、ね、たださ、日本でね日の丸やってんとさ、火つけられちゃうわけよ。日本人が嫌いな人がいっぱいさ滞在してんから、日本にね、日の丸見ると踏んづけたくなるバーガーがいっぱいいるわけさ、日本には。あなたがつってないからいいでしょ。いるじゃない、そういう人たちが、ね、この国旗どこだか、どこの国旗だかわかる、これわかる、君が世は千代にや千代にさざれ、石の岩をとなりて、苔の結まで。知ってる、このどこの国旗だか。知らないバカ多いんだよ。ここで言ったから聞こえないでしょ。大きくしたら聞こえちゃった、熱心なバカだね。あなた日本人でしょ、国旗ぐらい一家にね一枚ぐらい持ってないと恥ずかしいよ、笑われちゃうよ。あなた何人、日本人です。じゃあお宅に日の丸あるよね。ない。なんで、そういう話になるじゃん。白地、白地ってわかる？白い生地に赤く日の丸を染めた花は美しいなって歌が、白地に赤く日の丸染めて、あ美しい日本の旗よ。こんなかっこいい国旗他にないよ、ね、日本人として生まれてこの国旗にて嫌だなと思うバカあんまりにいいと思うよ、あんまりにいいと思う。え、日本人もそういう、日本人にもそういうバカいます、そりゃいるだろうね、隣に聞けば。でこれ300円、ぜひおすすめしますよ、とてもいい。ファシミシンも綺麗だしね、とっても綺麗。もちろんほつれてきますよ、ね、ほつれの嫌だったら3万円の買えばいいんだから。これ襟元にさ、これ半分にしてね、腕これをさ、これね首にこうやって巻いていくと
背中にはこれが見えるわけじゃん。と石ぶつけられるよ、必ず。本当だよ。ここどこに